令和3年第5回党員町議会定例会一般質問の模様をお届けします。今議会はご覧の方々が一般質問を行いました。今回は次の方々の一般質問の模様をお送りします。ただいまの出席議員は14名であります。休憩前に引き続き一般質問を行います。7番三林博議員。三林博議員。7番三林。8番おはようございます。三林です。今回の質問は誰もが興味を持ち知りたい内容である本庁の将来についてです。本庁の大きな変化点は平成15年に本庁を除く旧稲部郡4町が合併し、翌年には多度町と長島町が桑名市と合併しました。結果本庁はどことも合併せずに単独運営で行く道を選択しました。あれから18年、時代も変わり環境も大きく変化しています。そんな中住民から素朴な質問がありました。それは党員庁はどうなるの、私たちはどうしたらいいの、それを聞いて今回の質問にしたと言っても過言ではありません。まずはその件について答弁をお願いしたいと思います。そして本庁では未来を見据えあるべき姿を構想し、その実現のために何をすべきかを総合的にまとめた第6次党員庁総合計画と、人口減少や財政規模の縮小が予測される中、修繕等が集中しないよう計画的に管理する党員庁公共施設等管理計画がありますが、今後の進め方はどのように考えていますか。以上、答弁よろしくお願いいたします。水谷俊夫町長。三林議員の質問にお答えを申し上げます。議員ご指摘のように平成15年12月1日旧稲部郡で本町を除く4町が合併をし、稲部市が誕生いたしました。当然本庁は合併せず単独で進む道を選んだ町でございます。私は当時現在の職にはついておりませんでしたが、当時の町民の皆様の選択は尊重をいたしておりまして、全国の状況と照らしても党員長の選択は正しかったのではないかと考えております。月日は流れ、時代は移り変わり、今日本を取り巻く状況はあの平成の合併当時の状況とは大きく変わっております。少子高齢化、頻発する災害や環境問題、そして今は新型コロナウイルス感染症となど党員庁にとっても大変重い課題でございます。これからの自治体はこうした課題に対し住民が安心して暮らせる自立したまちづくりを進めていかなければなりません。こうした中、新たな党員庁の指針として策定をいたしました第6次党員庁総合計画では、中心となるものに健康を掲げました。健康健全というものは全ての基礎となるもので、町民の皆様にはその上で町づくりなどでの活躍を願っております。高齢の方から相談を受けられたということでございますけれども、
総合計画でも掲げましたが、党員庁の将来はみんなで作るものであり、町民の皆様にはぜひ党員庁のまちづくりに参加をしていただきたいと思っております。小さなことでも自分ができることに取り組んでいただく中で、みんなで協力することによって人と人との絆が生まれ、ふるさとに対する誇りと愛着が生まれるのではないでしょうか。こうした町民の皆様お一人お一人の活躍が党員庁の将来を形作っていくものと確信をいたしております。現在全国的には人口減少の傾向にありますが、本庁ではわずかではありますが人口は増えております。この状況は今後しばらくは続くものと考えておりますが、将来的にはやはり人口構成は確実に少子高齢化に向かっていきます。今でも公共施設の維持管理や社会保障費の増加が財政の負担になっておりますが、高齢者人口がピークに達する2040年問題を考えますと、財政を含めた本庁の現状及び将来はより一層厳しいものになると予想いたしております。現状での公共施設は総合文化センターや体育館などの社会教育施設、幼稚園や小中学校などの学校教育施設、その他多くの施設が老朽化してきております。町民の皆様が公共施設を安全にご利用いただけるよう、計画的な施設の修繕や大規模改修などが必要でございます。財政負担の面から、施設の改修が同時期に重ならないよう、公共施設と総合管理計画に基づき年間事業費の平準化を図っております。数年前から行財政改革の一環として補助金等の見直しを含め歳出の見直しに着手していますが、今後さらに予算の選択と集中を進める行政運営に努め、財源確保につきましても取り組んでいかなければならないと考えております。子育て世代への支援策を充実させ、定住人口の増加から徴税等の安定的な確保を図ることもその一つと考えております。また稼げる町を目指し、6次産業化に適した大豆に着目しての豆町プロジェクトは企業の力を活用した取り組みであり、こうした企業とのコラボレーションはこれからの町づくりに欠かせない要素だと考えております。いずれにいたしましても、これからの持続可能な町づくりには歳入歳出の両面から将来を見据えた具体的な取り組みが必要と考えております。以上でございます。三林博史議員。今町長から答弁いただきました。この6次産業、6次総合計画ですね、健康が第一、これは私もそう思っております。健康があって初めて、人が思うように働いたり、できるんではないのかなと、そういうふうに思っております。で、元に戻りますけども、党員庁どうなるの、これ住民目線なんですけども、当時は単独で行くというふうに決めたんですが、環境も変わってきております。今後、合併があるのかどうか、その辺の検討を始めているのかどうか、その辺についてはいかがでしょうか。水谷俊夫町長。先ほどの答弁も言いましたけれども、
最近、まあ、近年のね全国的な状況を見ておりますと、すなわち合併したことによって良かったのか悪かったのかいろいろ、まあ、指標があると思うんですが、財政的に見てもですね、それから行政サービスの面からもですね、どちらかというと合併しなかった方が良かったんではないかという評価を私はしております。でということでですね、それともう一つ、まあ、この党員長を考えたときに、今のところですね、しばらくは、まあ、人口も増えておりますし、しばらくは単独でやっていけるだけの力はあるというふうに思っております。ただしいろいろな改革改善というのは必要です。それを普段に行っていきながら、やはり単独でこのままですね、コンパクトな町で住民サービスにも優れた特徴を生かした町づくり、こういうものが私は必要だというふうに思ってまして、今のところですね、どこかと合併するということは考えておりません。議長、三林博史議員。まあ、今町長の答弁を聞いて安心しました。と言いますのは、町長が町長に就任されたときに、平成23年ですかね、最初に就任されたときに、町長の言葉で、単独でやるということは自分にそういう使命を課されたということで、この先20年は単独で行けるように頑張っていきたいということもその時におっしゃっておりました。でまた先ほど補助金の件ですね、これも就任した時に町長はいい悪い別にしてそういうところにもメスを入れていきたいと、理由としてはやっぱり今後財政が非常に厳しくなっていくと、間際で厳しくなってからよくしようとしても結構エネルギーも使えますので、早め早めの手を打っていこうと、そういう観点からして私はある一定の評価が得られているんではないのかなというふうに思っています。ただよく行政の方から財政が厳しいっていう言葉はよく聞くんですけども、具体的にどれぐらい厳しく、いつ頃から本当にその厳しさでもランクがあると思うんですね。ただ厳しいのか本当に厳しいのか、もう手がつけられないぐらい厳しいのか、ウルトラシーのなんか改善を出さないいけないぐらいダメなのかっていうところがあると思うんですけど、その辺についてはいかがでしょうか。水谷俊夫町長。多分ですね、日本中どこでも厳しい状況になっているというふうに思ってます。でその中で党員長を見た場合どうかっていうとですね、じゃあもう1年後2年後にねどっかと合併しなければもうとても無理だとか、いつか夕張かよく出ますけど、そういう状況ではありません、党員長に限っては。ただ、やっぱりですね、今財政調整基金なんかも見てみますと、例えば災害に対して十数億はですね、貯めとかんならんっていう、行政としてのね、責任があるわけですよ。何かあった時にそれを出動せんなら、災害が大きな災害が発生した時にはそれを出動せんならんとかですね、そういうものがある。そうした時に財政調整基金なんかを見てくるとですね、ずっとこう財政調整基金を出すっていうことはもう私が就任するまではほとんどなかったんですよね。で、ここ数年、やっぱりその予算を組む時に、財政調整基金を出さんならんっていう状況が出てきたと。財政調整基金っていうのは、出したり入れたりするもんなんです。ですけど、
党委員長に限ってはもう何十年とその出すっていうことは予算を組むときに出すっていうことはしてこなかった町なんですね。それぐらい良かったんだと思います、私が就任する前ですけどね。ですけど、やっぱりご多分にもれずだんだん厳しくなってきて、その財政調整基金を一度当てないと予算が組めないという状況が少し出てきていると。でこれが末期的な状態ではなくて普通の状態なんですけど、少し厳しくなってきているというふうに考えてます。ですからここ何年かで大変になるというわけではないんですが、やっぱり20年30年を見据えてこの町を単独で、私は単独でやっていけるというふうに思ってます。そのための対策を今からきちっと打っておかないと、その時が来て慌てても大変なことになるだけなんですね。ですから今我々がきちっとやらなければいけないことをきちっとやっていくということです。ですからその歳出に関してもかなり厳しく見ておりますが、これからはちょっと言いましたように歳入についてもですね、いろいろなことを考えて、やっていかなければいけないというふうに思ってます。自治体が儲けてえのかっていうような議論もありますけどね、儲けるんじゃなくて足らないものをどっかから持ってくるっていうことをこれからやっていかないと。でその僕はキーワードは企業だというふうに思ってます、これからは。まあ、そういう面で先ほどの企業とのコラボレーションという話をさせていただきました。それもきっちり目処をつけていきたいというふうに思ってますので、皆さんにもねご協力をいただきたいというふうに思っています。議長、三林博史議員。その企業との提携ということも、まあ、これも町長就任の時に出てた話ですので、やっぱりその辺はブレてないのかなということで安心はするんですけども、まあその否定ではないんですけど、いいことをやろうとしてるんですけども、結構その事業によってはほとんど進まない、進めれないのか進まないのかよく分かんないんですけども、やっぱり住民からするとスピード感がいまいちないのかなというふうに感じるんですね。だからその辺を、まあ、今回第6次総合計画の中に細かく織り込んではあるとは思うんですけども、それもよくよく見るとその書き方だとか載せ方が変わっているだけで、5次の時も第5次の総合計画の時にも同じようなことは私が見る限りは載ってるんです。だからその辺が、まあ、何が問題でできなかったのかなとか、そういうのは必ずやってるとは思うんですけども、それに対しての対策として6次でそれを生かして達成するためにはどうするかというところら辺がいまいちちょっと、まあ、私だけかも分かんないですけど見えてこないんです。でその上で町長もさっき言ってましたけど、住民の方にお願いって、これはよく理解はできるんですけど、じゃあ具体的にどういうことを私たち住民は町を活性するために何をしたらいいのかなと、具体的にでどういうタイミングで参加したらいいのかなというところへ、もし具体策があるんであればその辺をちょっと聞かさせていただきたいなと。水谷俊夫町長。スピード感がないというのは、まあ、実際の話ですね。私も民間出身ですので、ここへ入ってみて行政のスピード感がないっていうのはもう実感してます、正直。ただしそのスピード感がない、まあ外から見てた時のスピード感がないなというのと、入ってから
はですね、行政ってこんなに手かせ足かせがあるのっていうのが、正直、まあ、再認識したというかね、まあ、あるんだろうなということは思ってましたけど、こんなにあるのかなっていう思いがあります。ですから、まあ、正直こう歯がゆい思いをしながら、まあ、行政運営今やってます。そこへ持ってきて、例えば豆まちプロジェクトですけど、本来ならもっと進んでるはずなん。これコロナなんですよ。コロナのこの影響ってものすごく大きいなっていうふうに思ってます。去年やってることが今やれてないんですよね。去年もやって、もう本来なら今年はもう稼働してるはずのことが、未だにできてないんです。っていうのは、これはまあ、企業の話ですけど、その売り先が全部シャッターが下ろされてると。生産しても売り先がない。これじゃあもう話になりませんから、まあ、もうこれは致し方がないのかなという思いを持ってますが、これはだから行政のスピード感じゃなくてまあいろいろあるんですが、まあできるだけね、こういろんなこう問題をクリアしながら、できるだけ早くですね、いろんなことをやっていきたいというふうに思ってます。まあ私もその当然その時間的な制限制約はあるわけですから、まあできるだけ、こう目処をつけていきたいなということはあります。まあ少々の焦りもあります。ですから大変、皆さんに もやもやしたものが町民の皆さんがね持っていらっしゃるというのは分からんでもないなというふうに 思って、まあ、なんとかですね頑張っていきたいというふうに思ってます。で、町民の皆さんにお願いすることは、自分たちがここさっきの答弁でも言いましたけども、その何かできることないかじゃなくてですね、積極的にこれからその地域づくりを自分たちの手でやっていただきたいというふうに我々は今提案をしてます。地域づくりは今まで行政が何かやってくれるんだろうというような状況があったと思うんですけど、意識があったと思うんですけど、そうじゃなくて地域づくりっていうのは、自分たちの地域を作るのは自分たちが暮らしやすい、居心地のいい、そんな地域を作るのは自分たちなんだっていうことを認識していただいて、自分たちの地域をどう作っていけば自分たちが居心地がいいかな、暮らしやすいかな、そこのところをねよくお考えをいただきたいというふうに思ってます。で、まあそれについてはね、なかなか今までやってこなかったんでわからないという方がお見えになりますので、我々はプロジェクトチームを作って地域へ、お伺いしてですね、いろんな事案悩み、いろんな相談を受けながら、やってます。これはずっと続けていこうというふうに思ってますのでね、ぜひわからないというなら、まあ、そういうチームに相談をいただいて、我々も真剣にその地域づくりに一緒になってやっていきたいというふうに思ってますので、ぜひお願いをしたいというふうに思います。議長、三林博史議員。まあ、頂上の思いは重々理解しているつもりなんですけども、ただそのお願い言葉でいくとも、まあ、町長が言ったことになるんでしょうけど、具体的に目に見えた形で行動に移す場合ですね、どういうことをしたらいいのか。今コロナで農業の関係はちょっと今停滞しとる。確かにコロナでそうかもしれないです。でもじゃあ他の物件についてどうなのかなと思った時、まあ私が感じるには、結構できないのを肯定、できない理由をコロナにして肯定しているっていうふうに受け止めてしまってるんですね。
でそれはなぜかといったら、例えばあの出前講座だとか、まあ、周知の件ですけども、今回せっかく、新しく4月に6次総合計画を概要版を作って一応まあ配布はされたというふうに聞いてます。それはあの言い方がちょっと乱暴ですけども、一方通行だと思うんですね。作ったからこれ配りましたよ、見といてください。でも実際はあの本当に見るのかなという、もう本当にごくごく一部の方しか目を通さないし、だったらもっと違う方法はないのかなと、その周知についてね。今本当に町長がそういう強い思いをしとるんであれば、まあ、出前講座行くことはできないですけど、今リモートならできるんじゃないのかなという、まあ、これは提案ですけども、まあ、そういう方法もあるんではないのかなと。やっぱりそういうことも使ってですね、あの自らやっぱり見本を見していくというのが大事じゃないかなと私は思うんですが、その辺についてはいかがでしょうか。水谷俊夫町長。なかなかリモートっていうのは慣れてらっしゃらない方が多いし、まあ、正直私もですね、最近リモート会議って、いくつか増えてますけどね、まあ、あんまりこうピンとこないというか、リモート会議ってなかなか相手というか画面の向こうの反応が分からないんですよ。で我々、まあ、少なくとも私はその反応を見ながらね、いろいろこうお話をするっていうのが今までやってきたことで、反応がないとこへなんか話してるとどうなのかなっていうふうな、もう不安な気持ちでいつもその会議を終わるんですよね、リモート会議を。だからそのなかなか慣れてらっしゃらない方が多いんではないかなと。でもしですね、地域でそのどっかの地域でね、その画面を通じて、まあ、そういうことをやって、くれというような依頼があればね、我々は検討したいと思うし、当然やる方向でね検討していきたいというふうには思います。でできればですね、その、まあ、コロナでなか、まあ、コロナを理由にするっていうあれですけど、コロナでなかったらね、この昨日も申し上げましたけど、この総合計画っていうのは町民の代表の方集まってもらって、その方たちが主体で総合計画ができたわけですよ。ですから、まあ、その方たち、要するに作ってもらった方たちがですね、そのいろいろ説明をね、経緯とか、こういう思い出とかね、そういうのを説明していただくのは本当は一番町民の皆さんに伝わること、行政が一方的にするんじゃなくて一緒になってね、説明するのが一番伝わるんではないかなというふうに思ってるんですよ。だけどなかなかこれ、コロナで、今集まってやれるということがないんで、そのリモートが本当にその地域の方でみんなで集まってリモートでめえっていうことであるならばね、前向きに検討させていただきますので、もしそういうお申し出いただきましたらね、ぜひ、やってみたいなと。どんな成果が出るのかちょっと分かりませんけど、やってみたいなというふうに思っております。議長、三林博史議員。まあリモートが絶対やらなあかんということではないんですけど、まあ、一つの事例としてね、まあ、国の方でもそういう話も出てましたから、言いたいのはお願いではなくて、何か目に見えた形でこうしてこうよっていうのをやっぱり示して初めてそれに持って今みたいな議論もできるのかなというふうに私は思うもんですから、そういうやり取りが大事じゃないのかなという。今初めて私が提案して町長がそういうふうでもいいよ、やってほしいよって言ってくれれば行きますよ。でそういうのがその
周知の時ってどうやって周知を、そう課題にも上がってたと思うんですよ、周知の仕方について。だからそういう話し合いが事前 に具体的な行動としてそういうのが挙げられてくると非常に良くなるんではないのかなという思いでちょっと今言わさせていただきました。後ろの丸山課長がしっかりメモしていたので、実行地が検討していただけるとは思うんですけど、であと総合計画の中に一人一人の活躍がこれからの党委員長を作りますというふうに掲げてあります。で、言葉からしたら一人一人、人口約2万6000人、赤ちゃんから入れやそういうふうになるんですけど、言葉にしてはそういうことなんでしょうけど、実際やろうと思うと非常に大変なのかなというふうに私は感じたんです。じゃあどうしたらそういう一人一人が活躍できるふうになるのかなということなんですけど、自分の経験も含めての話なんですが、私は地元で生まれて、地元で中学まで行き、高校はちょっと違うところに行かさせてもらって、でその時に青年団に入り、で青年団の中で縦社会というのを教えていただいて、で横のつながりも非常に、その地域だけじゃなくて町内の青年団活動にも参加をさせていただいた。でそれが一つの組織となって、行政とも、連携を取って、若者のこれからをどうしていくんやというふうで、私もそこに参加をさせていただいたことがあります。でその後、青年団が23歳で終わり、24歳以降になると地元の自警消防団、これは24歳から33歳って一応当時は決めてありました。あと消防団は消防団のやる役目というのも決まっていました。それをもとに補助金も確か出てたと思います。そういう組織があって、組織のつながりでこう一人でも多くの人たちが党委員長の活性化につながって当時は行ったのかなと。それが人口が減り、人がその若者が外へ出ていってしまっているということで、青年団も人が集まらない、消防団も人が集まらない、結局それを継いだのが自警ですよね、自治体ですか、自治体、若者関係なしに自治体で、自治体を支えているのが言い方ですけど高齢者で、今の党委員長を作ってこられた方だと私は思っております。でそれはそれで非常にありがたいんですけども、結局課題の中でよく言葉が出てくるのが担い手がいない、で担い手をどうしようというふうに言われるんですけども、この担い手を作るにはどうしたらいいかということは、私はやっぱりそういうある程度の組織グループというのが必要ではないのかな。それも大きく分けて、例えば、PTA は今あります、 PTA、 それから青年団、消防団、壮年とかいろいろあると思うんですけども、そういう組織を作れば、その行政から発信するにもついても、その組織の、トップにお話を持っていき、まとまりやすくなるんじゃないかなと私はそういうふうに感じているんですけど、その辺についてはいかがでしょうか。水谷俊夫町長。僕は根本的なことは核家族化になってきてる、要するに個人主義がもう台頭してきてですね、そこからですね、もう社会が変わってしまっているというふうに思ってます。昔はもう家族組織だったわけですよね。その家族組織っていうのはもうなくなってきたんですね、もう完全に、ほぼ完全に消滅したというか、そこからですね、もう世の中変わってます。ですから決められた、例えば消防団、消防団だとか青年団だとか婦人会だとか、いろいろ昔は組織がありました。ですけど地区の例えば青年団が連合青年団というか、そういうのもありました。ですけど今そういう組織が本当になくなってきてる。
でもう個人個人、個人主義ですからバラバラなんですよね。ですからそれをじゃあもう一回昔のように再編できるかっていうとまず不可能だろうというふうに思ってます。ですけど今例えばね、市民活動団体、市民活動支援センターに登録されているのが60、70あると思うんですが、それは、志を一つにしたその集まりなんですよね。よく血縁遅延とかあるんですけど、支援なんですよね。志の縁なんですね。で集まってる団体がある。そういう方たちの町づくりに対する思いっていうのをこれからはですね、一緒にやっていくっていうことが大事なんではないかなというふうに思ってます。で、今今はですね自治会を中心にですねその地域づくりの提案をさせていただいてます。これはですね行政のお願いではなくて本来地域というのは、地域が自立して自分たちでその町を作っていくその地域を作っていくというこれが本来の姿なんですね。でいろんな団体があった時はそれができてたんですよ。ですけど今言いましたようにもうバラバラになってきてるから、高齢化した自治会だけでは難しくなってきてる。で、自治会の中には、組織率が 50% を割るようなところも出てきてるっていうのはもう現状なんで、もう一回ですね、地域をどう作っていくかっていうのをそこに住まわれてる皆さん、自治会入ってようが入ってまいがともかくそこに住まわれて一緒に住まわれてることによる一つの地域共同体ですからね。そこで、その地域の暮らしやすさだとかどうしたら自分たちが、住みやすくなるかっていうのを考えていただきたいっていうのが、今の我々の提案なんです。お願いではないんです、提案なんです。で、それは、昔そういうことが地域で自発的に行われてずっときたそれをまとめてた行政がまとめを預かってたみたいなところがあったんですが今はそうではないっていうことになってきてるのでできるだけ、自分たちの地域を自分たちで考えて、やってほしいということなんですよね。でそのために、自治会を中心にいろんな、団体があるそういうのををまとめてですね一緒になってその地域のことを考えていただけんかなということで、今年からプロジェクトチームを作った。で地域へいろいろお邪魔してですねいろんな話を今聞いてるっていうのが実情ですよね今、そういう状況でございますので、ぜひですね我々のお願いではなくて元のその地域づくりの形っていうのを、少しもう元へは戻りませんけどね、そういう自分たちの地域を自分たちで考えていくっていうことをこれから、やって、いただきたいというふうな提案をしているということでございます。議長、三林博史議員。そうですね、言っとることは非常にごもっともだと思います。ただその住民目線というんですかね、住民が実際に思っていることと今町長がやりたいやろうとしていることに差がなければそれはスムーズに進むと思うんですが、その辺が実際現場の声をしっかり聞いていただいているのかなと、そんなふうには思っております。であとやることはいいんですけどそういうふうにこう耳を傾けていただくそういう場を設けていただく、そこがスタートになるのかなと。でそれには先ほど教育長でしたかね、答弁の中でも
質を高めていかなければいけない、まあ、先生のということですけど、私は自分自身も含めてやっぱり行政の方も質を高めていっていただきたいなと。それはなぜかといったらやっぱり発信力と、コミュニティ能力っていうんですかね、やっぱり今携帯っていうんですかね、そういう時代ですので、こう対話をあまり人と人としなくても日常が遅れてしまうと、まあ、自分の会社のこと言ってもあれなんですけども、今日ちょっと体調が悪いので休まさせてくださいって、今までですと電話をかけて上司につなげていただいて上司に連絡をすると、上司はその声を聞いて本当に大丈夫なのかとかいう、そういう対話をして無理するなよってなるんですけど、今どうかといったら、ただもう LINE とかメールで体調不良で今日は休みますって一方的なあれなんですね。だからコミュニケーション能力っていうのが私はないんじゃないのかなと。でもし本当にそういう質を上げていくっていうんであれば、そのいろんな講習に行かせるとかいろいろ書いてありました。で何が今例えば足らないのか、何をせないかんのか、まあ、そういう具体的に目標を立てて講習も使い分けをしてやっていかないと、今町長がおっしゃったことはまあくどいようですけど、提案ってなっても住民からすると提案とは思えなくて一方的な話だなっていうふうに取られがちになるんじゃないのかな。そこをすごい私はまず懸念しております。まずその見解をお聞かせていただきたいのと、あと自治会を中心に今後自分らでどうしていったらいいんかということ、これは確かに私もそう思います。自分らのところは自分らでやりましょうと、まあ、それは普通だと思うんですが、ただ心配するのが、今定年ではないですけども、だん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 伸びていってます。60で終わってそれから自治会長をやったりとかいう役職に就いたりする人いるんですけども、今それがもう安定して65歳まで伸びてますと、65歳までがその自治会のことに携われないとという現象がもう現に出てます。だからそうなると65歳以上からその自治会のことについてやろうとすると、体力的にどうなのかなっていう、一応私なりに懸念をするんですが、この2点についてちょっとお伺いします。水谷俊夫町長。コミュニケーション能力っていう、確かに僕は今の社会は落ちてると思います。特に若い人は会話しなくて済む社会、もう生まれてから会話する必要のない社会に生まれ落ちてるわけですよね。ですからそれは大変実は懸念をしております。ですからまあ、今年組織したプロジェクトチームですけどね、これはもうそれぞれの地域へお邪魔してですね、一緒にそこでいろんな話を聞く、そして対話するっていうところから始めてるんです。でこれは多分何度も繰り返しやらないと無理なんではないかなというふうに思ってます。で実はですね、もう だいぶさ、ずいぶん前になるんですけど、鳥取県の智頭町というところへ行ったことあるんです。でそこはですね、当時その0分の1運動っていうのをやられてました。それは何やというとですね、地域で何もないところからその特徴のあるものを一つだけでいいから作り出せという政策を町でやってたんですね。で、その政策をやるにあたって町の職員がですね、それぞれの地域へやっぱり同じようにですね、何度も足を運んでいろいろ会話してですね、まあ、やっていたということがあります。で、一つ非常に特徴的な地域をご紹介しますとですね、多分20軒あるかないかぐらいの集落だったと思うんですけど、そこでですね、実は
その自治会とは別にですよ、自治会とは別にそのいろんな事業を始めて、いろんな事業を始めて、例えば、神戸だったと思うんですけど、神戸の、学校との交流とかですね、ずっと呼んできて、その集会所みたいなところへ子どもたちを泊まらすんですよ。宿泊施設ないですから泊まらすで、農業体験をさせて何日かそこで滞在させて返す。でそれお金取ってやるわけですよ。でいろんな事業をやって、確かね年間1000万の事業費を動かしてた、そういう集落があったんですね。で、それも結局ですね、やっぱり最初はもう職員とその地域の人がいろんなこう対話をしてですね、ずっと作り上げていったというようなことです。で実はここに、まあ我々案内してもらった女子高生がいるんです。女子高生に話を聞いた。そしたら、高校3年生なので来年は鳥取市の大学行きますと。だけど私は卒業したら必ず帰ってくるっちゅう。何にもない田舎ですよ、帰ってくるって。どうしてって言ったら、そのいろいろその町づくりをやってたらものすごくこの地域が好きになったと。だから私はここへ帰ってくるって言ってました。まあ、そういうのはまあ一例なんですけどね、そういう理想的な地域づくりができていけばすごくいいなという思いがあります。だけどなかなかこれ一朝一夕では多分できないというふうに思いますけどね、ぜひですね、まあ、そういうことを踏まえながら我々も皆さんに提案をしていきたいというふうに思いますのでね、分からない、だからできないじゃなくて、なんとかこう自分たちの地域だから自分たちで作っていこうぐらいのことをね、やっていただくと非常にありがたいなというふうに思っております。職員はですね、研修をしております。で当然その新しく入った人の研修もありますけど、幹部の研修なんかもやってます。で、数年前に今松野会の会長さん、元のりたけの社長さん、種村さんのにお願いしてですね、本当に実践的なね、企業のトップとしてですね、町内に見えますから、ぜひこの党委員長の幹部の皆さんに話をしてくれということで研修をしてもらいました。まあ、そういうね、実践的な研修も踏まえて、みんながですね、どうこう自分たちが生きていけば、人としてどう生きていけばいいか、そして、役場の職員幹部としてどうすればいいか、この町をどうすればいいか、そういうことをですね、学んでもらう機会っていうのもいろいろ作っております。で、それをですね、町民の皆さんに還元できたらなというふうな思いでおります。議長、三林博史議員。まあ、町長の思いはよく理解しているつもりですので、それが目に見えた形で実現されるように、スピードを持って、やっていただくことを大いに期待しまして、私の一般質問を終わりにします。6番、大谷勝次議員。大谷勝次議員。こんにちは、6番大谷勝次です。よろしくお願いいたします。今三重県下でも新型のコロナ感染拡大のため、
緊急事態宣言が12日まで発令されています。今の状況では解除が困難な見通しとなっています。またコロナのために日本赤十字社の献血活動も窮地に落ちているとお聞きしております。この状況下の中、パラリンピックが今月5日に無事熱戦の幕を閉じました。当院長はパラリンピック聖火フェスティバル祭火イベントが8月の15日に行われました。子どもたちが火打ち石で火を起こし、その火を三重県の火として集荷して東京に向けて送り出しました。身体障害者の皆さんの頑張りによって過去最高のメダル51を獲得されました。採火を手伝った私も身近なものと感じて声援を一生懸命やらさせていただきました。私も大変本当に感動いたしました。それでは一般質問に入りたいと思います。通告書に従いまして、1、散策路と歩道の安全対策について、2、コロナ対策、3、最終処分場の管理について、以上3点について伺います。それでは1番、散策路と歩道の安全対策について、山田溜公園内の一部水路は以前から地下水などによって土砂の堆積があり、その都度取り除いておりましたが、2019年9月4日の局地的な大雨によって北山田ダメ公園の散策路の一部が土砂に埋まり、翌年の12月改修が行われ、地域住民のフレイル予防と健康増進としての コロナ禍のストレスを受けずに再び使える場となりました。近年公園にアクセスする歩道周辺道路において車の往来が増え、歩道の整備が必要な箇所もあります。例えば通行する際、狭くて危険なところなど町全体としての改善策の提示をよろしくお願いいたします。伺います。中村幹人建設課長。大谷議員のご質問にお答えをいたします。当院北部山田溜公園の東約200メートルの尻山1丁目入口交差点から公園の東側を経由して国道421号までの区間につきましては、歩道が整備され、公園での散策やスーパーへの買い物に行かれる方にご利用をいただいております。議員ご指摘の交差点から北に約25メートルの区間につきましては、歩道が整備されていないことから危険であるとのことでございますが、道路幅員も狭いため通過車両が対向するのもギリギリであり、歩道を設置する余裕がないのが現状でございます。また健康増進のためのウォーキングや高齢に伴う免許証の返納者が増加することが予測され、歩道設置の必要性については課題として認識しているところでございます。いずれにいたしましても交通安全対策については通学路などを優先的に整備させていただいているところであり、
緊急性が高いと判断される箇所から順に整備してまいりたいと考えております。ご理解賜りますようよろしくお願いをいたします。以上、大谷克次議員。今ですね、党委員長、特に私どもの、私が住んでいるところの、城山地区、あるいは東、西ということにつきましてはですね、高齢者が増えてきております。党委員長といたしましても、公園ということで、かなりあちこちに作っていただいて、そしてその人たちがウォーキングしたり、買い物にその道を利用したりということで、一部生活道路のような歩道にはなっております。私はですね、これは高齢者にとっての散歩であり、また先ほど言わさせてもらったように、運転免許証、こういうものが返納したときに、少しその歩道を利用して、そしてその買い物をしたり、あるいはその散策路を伝って健康増進をしたり、そういうことが今後ますます増えてくるのではないかというふうに思いますので、まあ地元の要望などしっかりと見据えて対応していきたいってほしいというふうに思っています。答弁は結構です。それでは次に移ります。コロナ対策について、コロナの情報を住民にはどのような方法で伝えようと考えていますか。今新型コロナは猛威を振るい感染拡大をしています。コロナの感染症を踏まえた新しい日常の中で、公共施設などの利活用を小話などは検討に入りました。このままコロナが拡大していけば、多くの感染者が出る可能性があると思われます。対策を伺います。岡本幸宏総務課長。新型コロナウイルス感染症やワクチン接種に関しましては、町民の皆様の不安解消や正しい情報に基づく適切な行動につなげるために、常に最新かつ的確な情報発信を行う必要があると考えております。感染症やワクチンに関しましては、国など公的機関からの情報だけでなく、根拠に基づかない情報なども多く飛び交っている状況があり、町民の皆様には信頼できる情報、正しい情報の選択をお願いするところでございます。このような中、本庁におきましては、町ホームページのトップページの新型コロナウイルス感染症関連情報の中で、町独自の情報発信に加えて、国や公的機関が発信する信頼できる情報にリンクするなど、正確な情報発信に努めております。また急を要する町からのお知らせにつきましては、町の行政情報メールやツイッターを活用しお知らせいたしているところでございます。次に、本庁においては桑名市での検討内容を鑑みますと、閉館となっており空きスペースとなっている施設は市町村合併を行っていないことから少ない状況で、桑名市と同様の手法は適さないと考えておりますが、民間事業者のアイデアやノウハウを活用していくことは、公共施設の利活用のみならず非常に重要であると考えております。どのような手段があるかを、これからも多市町の民間との連携状況など情報収集に努め、
積極的に研究してまいりたいと考えています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止は、現在9月12日までの期間で発出されている三重県の緊急事態措置の対策に合わせて、かけがえのない命を守るために、これにしっかりと取り組んでいく必要があると考えます。感染が広がることを防ぐために、みんなで取り組んでいくということが大切と考えております。また新型コロナウイルスの感染が発症した場合には、感染者の症状や病状に応じまして、県の桑名保健所と連携を図りながら対応いたしておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。大谷克司議員。答弁ありがとうございました。今本当にコロナということで、感染が広がっているのが、心配ですが、先ほど少し下火になったかなと思うんですけども、今後ですね、公民連携という話で、桑名市はサウディングという、そういう手法を取り入れまして、官民でそういうものをやっていこうと、桑名市としてもそういう、その民間活そういったものを使いながら運営をしていこうという、それは今ではなくて今後のことについて、この新しいこの状態というのが、今の状況を、今こういう状況ですけども、これが だいたいいつまで続くのかというのが先が見えない、その中で模索するっていうのは、それは当然のことだというふうに私も思っています。それでですね、都庁しましもですね、その今の状況の中で、将来にわたってこういう状態が長く続いたり、全く新しいそういったものにこう移行せざるを得ないということもあると思いますので、そこら辺のお話をお願いいたします。岡本幸博総務課長。今桑名市のサウンディング調査っていうのを取り組まれておるっていう状況っていうのをお話しいただきまして、桑名市のホームページを拝見させていただきまして、お調べしましたところ、いろんな方面から声を聞く、また、もう少し深掘りしていく、調査をしていくっていうような意味が含まれておるということでございます。そういった方法も勘案しながら、さらにこういろんな方法を考えて、民間の力をお借りするという方向でいきたいと考えております。またこのコロナ感染につきましては、やはりその単独の市町で対応、施設を対応できるものではないと思いますし、やっぱりこの県単位で、そこも協力しながら、そういった大きい範囲で取り組んでいく必要があると思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。大谷克司議員。ありがとうございました。そういうことで、将来にわたっての一つのそういうものを今から考えていかなければならないのかなということは私も思います。また新型コロナ、今この県の対応、例えば桑名保健所とか、それに付随するような自宅療養、こういう状況について少し、お話を聞けたらと思いますので、よろしくお願いいたします。中川聡健康長寿課課長。はい、お答えさせていただきます。
今総務課長の方もお答えさせていただいたように、党委員長において、コロナ感染症の陽性者が発症した場合、県、桑名保健所と連携を取って対応をさせていただいております。まず桑名保健所の、と連携をしながらの在宅療養者が出た場合の対応についてでございますが、今現在ですね、状況といたしましては少し下火にはなってまいりましたが、やはり陽性者の中で無症状者、それから軽症者の方の医療施設への入院、それから宿泊療養所への入所は非常に難しい状況となっております。やはりこの桑名管内でもですね、ピーク時、だいぶ下火にはなってきましたが、やはりピーク時には600人を超える、自宅療養者の方がお見えになると保健所の方から報告をいただいておりました。実際ですね、在宅療養者が出た場合、自宅でですね、療養していただいている方々にはやはり酸素濃度を測りますパルスオキシメーター、これを1世帯に1台配布をしていただいているということを確認しております。それからですね、それぞれ保健所の方から自宅療養者に対し必要に応じ経過健康観察、これを必要に応じ実施をしていただいております。また自宅療養者の中でですね、やはりその中には食事が取れず点滴が必要な方、酸素療法が必要な方等もお見えになると聞いております。その方々につきましては医師の指示によりですね、訪問看護、看護師さんが自宅に訪問いただいて対応をしていただいていると聞き入っております。またお薬等ですね、やはり陽性となりますと自宅療養の場合、自宅から出ることができませんので、ご家族の支援がない場合ですね、薬剤師の方がお薬を届けていただけるとかという対応も行っていると聞いております。このような形でですね、保健所と庁も連携取りながら在宅療養者の方が出た場合に対応させていただいております。以上でございます。大谷克司議員。答弁ありがとうございました。この、保健所の体制といたしましてはですね、この人員を多く取るとかそういう状態では今ないんでしょうか。この時期ですね、保健所の体制としてその職員の増強とかそういう話はちょっとお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。中川聡健康長寿課長。はい、お答えさせていただきます。保健所の人員確保につきましては、県の管轄になることからですね、庁の方でお答えするところは難しいところではございますが、私どもで、把握している範囲内でお答えさせていただきます。県が緊急事態宣言が出たときにですね、発出しております、三重県緊急事態措置、三重県が実施する対策、の中で明記されていますのは保健所の機能の充実ということで、やはり保健所の担当者だけでは対応が困難なことからですね、桑名庁舎の他の部署、職員からもですね、支援をしていただいている、さらにはですね、県庁本庁からもですね、応援職員をそれぞれの各保健所に派遣し対応をしていただいているということを聞いております。さらにですね、桑名保健所の状況をお伝えさせていただきますと、やはりこの北西管内、桑名保健所管内ですね、発生者が急増している状況もありまして、それぞれの各市町に、保健師のですね、応援要請がございました。本庁におきましても、本年1月から、月、平均しまして7日ぐらいなんですが、町の保健師を応援職員として、派遣をしております。
まあ、さらにやはり自宅療養者の方が増えているということで、県の示している資料からはですね、今後、その自宅療養のフォローアップセンター、いわゆる医師会とかですね、看護協会、薬剤師会等の関係団体と連携して、それぞれの保健所にですね、そのようなフォローアップセンターを順次設置してですね、きめ細やかな療養者に寄り添ったフォローアップができる体制を作っていくということを聞き入っております。以上でございます。以上、大谷和樹議員。ありがとうございました。みんなでこれからコロナ対策というのは私らもできるかできるか分かりませんけども、やっていかないと大変なことになるのかなというふうに思います。それでですね、昨日ちょっとテレビ見てたんですけど、その中でですね、岐阜県のある小学校で今までテレワークをやってただけども、そのテレワークをやってたんだけども、昨日投稿されたということで、私もその画面を見させていただきましたけど、やはり子どもたちはコロナ、それはテレワーク大切なんですけども、学校に行くこと、勉強もそうですけど、そういう雰囲気を味わうことが非常にいいのかな、子どもたちにとってはいいんだけど、そこにはコロナというものが横たわっておりますので、学校当局としてもジレンマがあると思うんですけども、ちょっとそういうところでですね、当院長も通常に、通っておるので、子どもたちは本当にそれはそれでいいのかな、また家の中にいて、先ほど言ったように在宅医療ということにつきましてはですね、家族がかかったときに、じゃあこれどうするのかっていう、そういうこともあるんですよね。だからそれを踏まえて、こういう状況を当院としては作ったのかなという、私は思ってるんですけども、その含めてその在宅にあり方っていうのがもし分かって、こういう考え方でやってますよということが、もしそういうことが聞けるなら、そこら辺の答弁もよろしくお願いいたします。中川聡健康長寿課長。はい、お答えいたします。本来であればですね、やはり、陽性となった場合、自宅療養ではなく医療機関、それから療養できる宿泊施設で対応するのが本来ではあると思います。しかしながら今の感染状況を見ていますと、下火にはなったもののですね、まだまだ病院、宿泊療養施設が満床の状況が続いております。三重県といたしましても資料によりますと、病院の病床数を増やす、それから宿泊療養所の部屋数も減らすことに努めていただいている、さらにはですね、健康管理体制を充実させるためにですね、9月から、抗体カクテル療法や点滴等が行えるよう、臨時的に、医療施設を、臨時的な医療施設を作っていくというようなことも視野に取り組みを進めているということが書かれております。それをですね、期待するとともに、実際やはり自宅療養者が出た場合、まずご家族の方にお願いしたいのがですね、やはり家庭内感染どうしても増えている状況でございます。陽性者が出た場合、自宅療養になった場合にですね、できる限り、家庭内感染が起こらないように部屋を別にする、さらにはマスクをして生活をする、できる限りの感染拡大の対応をしていただきながら、さらにはですね、行政だけではなく介護サービス事業所、それから医師会はじめ、先ほども申しました医療関係者としっかりと連携を図ってですね、できれば家族だけで支えるのではなく、
関係団体、必要な生活支援等、いろいろな部署と連携を図って対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。大谷克司議員。答弁 ありがとうございました。まあ、これから長丁場になりますんでね、そういうことも踏まえてですね、今後どういうふうなものをやっていくのかということと、私はね、一つすごく気がかりなことがあるんです。まあ、一生懸命になってこのコロナ対策っていうのを各自治体が打ち出しながら、国ももちろんそうです、三重県ももちろんそうです。三重県はアフターコロナを見据えたような対策を取るんだということで、やっておられます。それでですね、今2万6000件のコロナに関する誤情報が確認されております。 NHK ではワクチン Q&A とかが放映、されていますが、この中でですね、 NHK がやっているコビナビなども、そのことが私もページ開きましたけども、その何がどういうふうな情報が悪いのかという、ワクチン接種の話もありますが、これは個々の問題だというふうに私も思います。ただSNS で、デマが拡散されていますので、注意が必要である、こういうふうに思っています。今後このような情報に関してもですね、当院としてもある一定の検討をよろしくお願いいたします。このことについて少し触れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。岡本幸寛総務課長。さまざまなやはり情報がございますので、正確な情報をお届けするっていうのが、大切であると思います。町のホームページの方でですね、まず町の独自の、決定事項の発信、それに加えて国や公的機関、厚生労働省でありますとか、それから内閣官房、また国立感染症研究所等のホームページにリンクをさせて、そこの中でもいろんな Q&A が載っておりますので、そちらの情報をできるだけこう手軽に、スムーズにリンクできるように、そういうホームページにしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。大谷克司議員。そういうふうな、そのすぐ分かりそうな、そういうホームページにリンクできるような、そういうものを構築していただければありがたいというふうに思います。それでは次の質問に移らさせていただきます。3番、最終処分場の管理について。最終処分場の今後の管理と運営方法を伺います。最終処分場の南川はネオプレス団地の外周緑地であり、その外周は7キロに及ぶグリーンベルトの公共空間に囲まれた環境に恵まれた12,340人が住む住宅団地が広がっています。平成28年9月議会において最終処分場の今後の維持と管理について質問させていただきました。その時の答弁では、笹尾西4丁目の北川緑地の乗り目まで利用しても15年ほどで許容範囲を上回る想定であることという答弁をいただきました。この度最終処分場について搬入は個人からの依頼による、業者搬入の停止を7月に行ったということなのですが、来年度以降には拡張工事を行う計画と伺っています。使用年限などその見通しについてお尋ねいたします。また近年各地で
大雨などによる大規模な土砂災害が発生しておりますが、最終処分場の場内への子どもなどの侵入も合わせて安全対策、特に先ほど言わさせていただきました土石流その他対応についてお伺いいたします。伊藤正樹環境防災課長。大谷議員のご質問にお答えいたします。ご質問のとおり、平成28年9月には最長で残り15年ほどで許容量に達すると見込んでおりました。その後、延命対策について調査・検討を重ねまして、本年5月の全員協議会でご説明をさせていただきましたが、今年度最終処分場の拡張に伴う変更届出を三重県に行う予定です。また本年7月から業者委託による搬入を停止したことにより、まだ2ヶ月間の実績ですが、最終処分場への搬入量が10分の1以下に大きく減少しています。拡張分も含めますと、今後利用できる年数が大幅に伸びることが予測されます。今後も搬入時には綿密なチェックを行いながら搬入量を把握し、処分場の適正管理と延命化に努めてまいります。2点目の安全対策につきましては、本町の最終処分場は窪地を利用した施設であり、現状でも土砂災害などは起こりにくいと考えておりますが、近年の経験したことのないような大雨にも耐えられるように、より一層強固なものとするため、国の省令による技術基準を遵守した構造により、フェンスなど外部からの侵入防止対策も含め、拡張に伴う施設再整備計画を本年度に策定してまいりたいと考えております。ご理解賜りますようお願いいたします。以上、大谷克樹議員。答弁ありがとうございました。この私も先ほどちょっと答弁書をいただきましたけど、この答弁書の中で平成28年9月最長で約15年ほどということで、私も個人的にはこの量については算出しました。許容開始が平成4年2月、3年、平成3年にやったんですかね。で、許容が4月、4年ということで、トータルすると、この28年時点では24年か25年経過している。こういうところですね。それで今回、平成3年5月ということで、これで大体30年、それで平成28年から5年プラスその3年経って、令和3年経って、令和13年までいくとちょうど15年ということで、先ほど私がごめんなさいね、ちょっと長くなってこの当時の28年の生活部長のその予測というのは非常に合ってるなと思って驚いております。それでですね、一つ、それで今からちょっと再質問ということでお伺いします。拡張工事完了後の埋め立てされる容量はおよそその時にどれぐらいになっているんですかねということをちょっとお尋ねしたいんですが、よろしくお願いします。伊藤正樹環境防災課長。お答えいたします。残容量につきましてはですね、おおよそ3万立米に、なるかというふうに見込んでございます。大谷克樹議員。ありがとうございます。
それも含めて、まあ、計算上は一緒かなというふうに思います。その中でこれを使っていかなければいけない、要するにそのことについてはですね、当時11万4千ぐらいあったものが埋め立てられてだんだん縮小してきたと。その中でですね、これを長年持たせなければいけない、もう開発もできないよと言われたときに、その防災としてはこういうことをやりながら延命しながらご努力を狙っていくということで、本当に大変だなというふうに思っています。これ最終的にですね、その当時聞いたときはその緑地からまあいくらかもう満タンになってそこから積み上げていくという話でしたがですけどもね、その後の計画で住宅地からだいたいどれぐらいの距離を持ってそういう埋め立て地の方までこう配慮されるような埋め立て地になるのかということで、どれぐらいの距離でそのまあ海苔面からも含めて、お答えをお願いいたします。伊藤正樹環境防災課長。お答えを申し上げます。現時点でまあおおよその計画でございますけれども、住宅地からはですね50メーター以上の距離は保ちたいかなというふうに考えてございますし、のり面、緑地のり面からにつきましてはおおよそ、まあ、20メートル程度になるのかなというふうに見込んでございます。以上です。以上。大谷勝司議員。ありがとうございます。当初28年に聞いたときには私もですね、この緑地とこのネオポリスというところはですね、 緑地のグリーンベルトがあってですね、環境に非常に優しい、こういう中で そこから立ち上げていく、要するにそれ埋め立て地がそこからできるというのは非常に私としてもですね、これはどうかなと思っておりましたけど、今のお話聞きますとですね、そこからなおかつ50メーター奥まで引っ込んだよという、まあそうすることによって例えばその今から埋め立てをするについてもですね、非常に事前の広報だとかそういうことを言いながら縮小していくんだろうなというふうに思っています。それでまあまあ私の予感があるでは大体3000リューベ、年間3000リューベというふうに思ってましたけど、今見ると大体10分の1になるんだよということで、いかに今までその埋め立てがこういう状態で進んできたのかなということと、今この時期に決断されたというのは本当に私は拍手を持ってやりたいと思います。そうしないとですね、ちょうどその今からのその埋め立てというのはもう本当にできなくなる、そこを見越してそういうことをやられる、今提案されたというのは本当に私としてはまあ、あとその処分場の使い方についてはいろんな意義もあると思いますけれども、環境に関しての話になってきますとね、いい、まあ、まあ本当に良い判断だったというふうに思います。それでちょっと時間が押してきましたけど、地下水の検査測定というのはまあ、やられとると思いますけど、例えば年どんだけやるとか月どんだけやるとかそういうところももしありましたらお答え願いたいんですが、よろしくお願いします。以上。伊藤正樹環境防災課長。地下水の調査につきましてはですね、まあ、省令等に基づきまして現在も行っておりますし今後も行っていく予定でございますけれども、毎月ですね化物イオンの調査というのを井戸を2カ所掘りまして近隣で調査をさせていただいておりますし、年に1回につきましては大オキシン類でありますとかですね、重金属類等々27項目につきまして検査をさせていただきまして、周辺環境へのですね、影響につきましてもしっかり注視をしてまいる、しているところでございます。大谷勝司議員。そうですね、安定5品目ということで、まあ安定はされておると思うんですけど、年には年入れてそういう測定もされているということで、
私どもも安心をさせて、しております。このもう2、3聞きたいんですけども、処分場の管理体制、運び込まれた土砂瓦礫の、量のチェック、これはどのような体制でされるんですか。今までとは違うような体制で組まれるのかというのは、そこら辺ちょっと知りたいので、よろしくお願いします。伊藤正樹環境防災課長。現在のところ現地管理人というのは1名体制でございますけれども、これをなんとか増強できないかなというふうなことも考えてございます。それでチェック体制としましてはですね、必ず登記の現場でですね、土砂瓦礫、立ち会いの上で、管理人立ち会いの上で二要領をしてもらいます。それで申請書と照らし合わせましてですね、その廃棄物が申請通りであるのか、種類でありますとか大きさ、無料などもチェックをしてございますし、鉄筋が含まれるコンクリートにつきましてはですね、持ち帰っていただきますし、大きさが50センチを超えるようなものにつきましては小さく砕いていただくようなことも指示をさせていただいておるところでございます。日々の搬入量を把握しましてですね、使用年限の見通しを立てまして、もしも使用期限が短くなるようなことが想定されればですね、想定されまして英明化が必要になった場合には搬入条件を再度見直すことになりますので、よろしくお願いいたします。大谷勝次議員。ありがとうございました。そういう状況でやられるので信頼はさせてもらいますが、この、伊藤議員のもありましたですけども、こういう土砂災害防止法というのは、ありまして、私も20何年だったかな、議員になる前に一応これ私も県のありをやっておりましたんで、一応そこら辺で確認を取りながらやっております。で、今土砂災害いろいろ言われますけども、それにはご配慮を願いましてですね、住民が下におる、要するに下っていうのは言い方失礼ですけど、緑地の方の下、12,340人ぐらいおります団地、緑多いそういう団地ですので、その埋め立てに関してもですね、十分そこら辺を汲み取っていただいて、作業なり騒音なりそういうことに類似してやってほしい、そういうふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。これで私の一般質問終わりますので、ありがとうございました。次回は次の方の一般質問の模様をお送りします。令和3年第5回、党員町議会定例会、一般質問の模様をお届けしました。